ちはひろきです、今日のひろきさんバッグがめちゃくちゃ綺麗ですね。ちょっと夜景が綺麗で素敵ですねと思いのあなた、正解でございます。正解です。今日何についてお伝えさせていただくかというとですね、最近ですね、鏡の法則っていうものを最近意識してまして、鏡の法則って何かと言いますと、自分がですね楽しそうにしていたらですね、やっぱりこうすごい笑顔になったら話している向こうの、まあ、話し相手も楽しくなるです、なるでしょうし、まあ、こっちがですね怒った顔をしてですね、もうめちゃくちゃ怒り奮闘していてこうめちゃくちゃ怒っていたらですね、話し相手もやっぱりそれと同じようにつられてしまって悲しい気分になったりすると思うんですけど、まあ、それがですね非常に大事だなというふうに思いまして、結局何が言いたいかと言いますと、まあ、自分が楽しそうにしていたらですね、近寄ってくる人、まあ、自分にこう来る人もですね楽しそうな人が来るわけですね。なので自分に結構怒られてしまうとか、なんかすごい、変な人が集まってくるっていう時はですね、自分がそれを引き寄せてしまっているわけですね。自分が楽しそうにしてないとか、なんかつまんなそうとか、なんか怒っていたりとかっていうような眉間にこう視野を寄せてですね、ビジネスをやっていたりしたらですね、やっぱり集まってくる人もそういう人が集まってきてしまって、結局ですねそういうのは全部自分自身がその引き寄せてしまっているということを今日はお伝えさせていただきたかったです。今日も一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。